今回はサンクタムのご紹介になります。箱が大きくて画面に映りきりません。開封していきましょう。部品の袋なんですが、番号は18番までございます。説明書が3冊と基礎版とシールシートが2枚付与します。まずドクターストレンジからのご紹介なんですが、こちらのセットに付属しているストレンジと全く同じになります。使い回しっていう感じですね。まあ、レア度はかなり低めという感じですね。で、後ろがこのような感じ、マントの破けたプリントとかもないっていうような仕様になっていて、はい、ツーフェイスになってます。一応こちらね、まあ、再販されてるミニフィグっていうことなので、まあ、ちょっとどうかな、あるだけまあありがたいのかなっていうところです。続いてウォンのご紹介であります。ウォンに関しては上半身はね、まあ、文句のつけようがないっていうような感じにはなってるんですけど、足のプリントがないのはこれかなり致命的ですよね。ちょっとこの上半身が良かっただけに足のプリントがないっていうのはかなり残念です。ちなみになんですけど、今年の1月に発売されたウォンは下半身にしっかりプリントがあります。まあ、ちょっとダウングレードされてるのかなっていうところですね。続いてブラックオーダーのエボニーマン、こちらもリメイクなんですけど、足のプリントがないんですよね。まあ、だからどうなんでしょうか、事実上のダウングレードっぽいですよね。ヘッドがね、間違えました。ヘッド持ってきました。今回ちょっと悪いことばかり言ってるんですけど、高額セットってまともなミニフィグが付属しないものが多い中、今回ね、リメイクだったりダウングレードしてるミニフィグではあるんですけど、結構ね、物はいいものついてるっていうことなので、まあ、エボニーマン、足のプリントはないんですけど、まあ、あるだけありがたいのかなっていうところです。続いて、マーク50ですね。違いを今から見ていきます。ツーフェイスになってます。で、一応ヘアも付属するんですけど、はい、マスクをつけていきます。開封します。マスクはちなみに梱包されてません。昔のマスクは梱包されてましたよね。で、マーク50なんですけど、過去に発売されたマーク50と比較していきましょう。まあ、確かにマスクはね、アップグレードはしてるんですけど、まあ、ちょっと文句ばっかり言って申し訳ないんですけど、同じような似たようなミニフィグはね、スターウォーズもそうなんですけど、まあ、ちょっと勘弁してほしいのかなっていう感じはします。まあ、唯一の救いは、マスクが新デザインになったことぐらいですかね。マーク50。はい。みんな大好きスパイダーマンが付属します。で、スパイダーマンが付属するのもありがたいんですけど、ちょっとほんと文句ばっかり言って申し訳ないんですけど、まあ、確かに腕のプリントがあるんですよね。で、足の先もプリントがありますし、プリントの精度はね、かなり高いんですけど、まあ、似たようなミニフィグはね、ちょっといいのかなっていう感じですね。ただ、ついてるだけ本当にありがたい。もう何回も言いますけど、高額設定でもミニフィグが本当にしょぼいものが多いので、まあ、ありがたい。どうせならアメージングスパイダーマンとか、トビー・マグワイアの、まだ製品化されていない、もしくは何十年ぶりにリメイクされるスパイダーマンをこう製品化してほしかったなっていうところが正直な思いですね。スパイダーマン。シニスターストレンジ、やっと来ましたね。完全新デザイン、新ミニフィグ。いやー、これは嬉しいですね。で、ツーフェイスになっていて、表の顔がこうで、裏の顔が三つ目がある仕様になってます。で、髪の毛。これは嬉しいですね。下半身、しっかりプリント入ってますし、いい感じですよね。これは嬉しい。で、映画では顔色がかなり悪かったんですけど、この顔色の悪さも、まあ、なんとなく、ある程度再現してくれてるのかなと思います。シンスターストレンジワンダー、一応ね、一応新ミニフィグ、一応新ミニフィグなんですけど、映画ドクターストレンジ2のワンダーなんですけど、一応ね、新ミニフィグではあるものの、足のプリントないんですよね。これちょっと致命的ですよね。スカーフかプリント、ちょっとどちらか欲しかったかなっていうのが、まあ、正直な思いで、ドラマの方のワンダーに関しては、まあ、ミニフィギュアシリーズっていうこともあって、足の方プリントあるんですよね。だから、今回こちらに付属してるワンダー、スカーフもなければ足のプリントもないっていうことなので、いやー、ミニフィグ化されただけでも嬉しいんですけど、ちょっとショックなのかなーっていうところですね。ヘアの方に関してもしっかりとね、デザインは変えてきてくれてるようですね。こちらが今回付属したワンダーになります。こちらがドラマやつですね。アース818のモルド、新ミニフィグですね。いや、これは嬉しいですね。ヘッドをつけていきます。
ヘッドなんですが、2フェイスになっているようですね。で、ヘアをつけていきます。ヘアに関しては、新パーツっぽいですね。で、後ろ。一応背中にもプリントしっかり入ってますね。足のプリントはないんですけど、これに関しては全然気にならないですかね。まあ、新ミニフィグっていうこともあって、まあ、かなりいい出来かなというふうに思います。はい。後ろのフェイスがこうですね。これは嬉しいですね。アース818のモルド。続いて、デッドストレンジになります。新ミニフィグ来ましたね。このデッドストレンジに関しては、ちょっと背中の背負いもの、翼というか、死神の腕みたいなものというか、そういうのがちょっとあったらよかったですよね。で、全体的に映画の方だともうちょっと暗っぽい感じだったんですけど、今回ダークブルー使ってるんですよね。もうこれよりももうちょっと暗いダークブルーがあれば、まあ、レゴ書的には良かったんでしょうけど、まあ仕方がなかったのかなというところですよね。いや、これは嬉しいですね。まあ、このメニューに関しては、ちょっとね、背負い物がないっていうことなので、後ろの翼というか、腕、まあ、また今後、製品化されたら、まあ、嬉しいかなという感じがします。シングルフェイスになってますね。デッドストレンチ。以上、今回はサンクタムのミニフィグのご紹介でした。建物の方は今後ご紹介予定になります。チャンネル登録をして、続きをお待ちください。ご視聴いただきありがとうございます。